チキンのね、ローストチキンのソース作ってるんです。これですでに大原先生今朝チキンを焼いてくれてるんでね。その焼いた後の鉄板、オーブン用の冷凍をね、うまく味をここへ全部凝縮しちゃって、でついでにチキンの骨、前回の授業で使ったチキンの骨が残ってました。それをオーブンで焼いて、でお野菜を少々入れて炊き込んでます。でそばに赤ワインとフォンドボーを煮詰めたものがあるんで、それを加えて、ね、美味しいソースを作る。で皆さん今日ローストチキンはこいつを勝負する、ね、こいつでみんなのところに1羽ずつ回るから負けずに頑張って、で取り1羽ぐらいね、おっさん簡単よね、あ、お母さん、あ、お姉さん簡単でしょ、え、そんなことないじゃん、昔、皇后陛下もやってたぐらい、よくこう、腹の中とか水分取ってあげてね、大野先生、タオルを入れてた、あ、これでいくわ、見て、完全に1枚犠牲に、1枚犠牲にしちゃってね、きれいに水分取ってもらう、これが大事。で鶏にはね、だいたい2羽に1羽の割合でサルモレラ菌がついてると言われてます。サルモレラ菌ってのはあの食中毒菌です。2羽に1羽の割合でついてる。だからこれを触った手がこう移動していくと具合が悪い。きちっと洗わない。でこう、このままいっちゃうと形が悪くなるのね。ちょっとお前こう痛いだろうけど辛抱してやっつけるよ、ね、逆を取ってね、こうしてここで、でこの足がガーッて広げやってくると格好がつかんので、通常成形をするんです。ここから糸を入れてね、これはもう今日覚える必要ないですからね。こんなもん覚えてたら学校へ来なくても済むから、みんな来ないから覚えられないように、出てきた穴と同じところへ入れて横に通過して、これは学生向けにやってるんで、学生はこれ覚えてもらわないと、あ、そっか、学生も大丈夫です。今日1、2、3、4、6人ほど学生諸君がお手伝いしてくれる、皆さんに指導してくれますから、分からないところは聞いてください。多分分からないから答えてくれないかもしれない。でもここ、こう横に通して両方の足を、骨を縛って元来たところに糸を出しちゃって、でこの2本でこう締め上げりゃ、でこいつが暴れるからね、火の中に入ると暴れる、手が広がっちゃいかんので、これも手でうまく振り付けておけば暴れるのをやめる。
ってこうして縛る。そうすると成形できる。これあるとこってます。で、お魚は。サラダオイルでちょっと多めに入れてあげて、で下を温めておいて、最初はね、途中で動かすときはここへ刺すんですよ。もうスコッと刺すんですね。だけど最初は腹の中に入れてここへ置く。もうジュジュジュッと言ったら終わります。で、入れたらもうこうかけておいてね。これでオーブンに入れます。約200ちょっと手前ぐらいのオーブンにして入れます。こうしてね、傾けると油がここに寄ってくるんで、これをこうかけてあげる。こうしてね。そうするといい色になる。ここもだいたい200です。学生証明よく見とってよ、これ。証明よ、今日は。いいですか？足の肉がちゃんと取れるように、皮をこう切ってあげる。で、先でも後でもいいんだけど、人参が隠れてやるから。背中にまっすぐ線を入れる。背中にまっすぐ背負い、それからさっき入れた足の切った形のところから線を入れる。でもう一回丁寧に戻してあげて、もうこれはねまだ結構熱いから手で関節を外して、でここだけねちょっと肉がしっかり背骨にくっついてる部分があるんで、それを外してあげると、取れる。椅子から楽みたいね。もう関節を外す。で、関節を外してここの腰のところにちょうど肉がくっついてる部分があるんで、それだけを切り外して足を取る。だからこれがこういうの取れちゃダメなんや、本当は。それで胸よね、胸肉、大体胸肉の方がまずい。で手羽先はこのまま盛り付けるんで、関節のところはもう切らなくても外れますから、まっすぐ線を入れる。で首の上から骨の上を、胸にねまっすぐ骨が出てるんですよ。この上側に入れてあげて、ここだけ三角でつながってるんで、これ仕方なく今包丁をグッと差し入れましたから切り離してあげてください。そしてもう起こせば、鶏が一番ね骨と肉が離れやすい。でこっち側の首結構押さえつけておいて、さっき切り離したところを押さえれば、パッて取れる。あとはこれをしゃぶりたい人がしゃぶる。さらっためておけば大丈夫。で、足首を押さえておいて、これの上をナイフを走らせる。で次に骨の下を、これは学生諸君は生の
チキンで練習してるからもう分かってるはずです。でここの関節は切り離す。でこの骨を外しちゃいいんだけど、骨を今日外してるとバラバラになるんですね。ここまでで止めてください。で胸肉、ここに右側と真ん中と左側とに3本骨が交錯して山という字になって、ちょうどもしくは怒りのように、でそれを起こしてあげて最後は切り離す。でここのところはもうこの骨も残しておいてください。これをやっちゃうとばらけてしまうんですね。で1人前が4分の1なんで、足をちょうど関節の部分から2人前にこう分ける、両方に。でこれも胸と足と両方食べないと、足肉をセットにしてあげて、もうどっち向いてても向きなんて文句言わないから、もう骨は簡単に外れるからね。恐怖はこのさばくところね、さばく、あの解体するところ、解体ショー、解体ショー、これは学生諸君の腕にかかってますからね、指導のね、頼むよ。さあ、しっかり取り込み、高さ。同じ名前の人で、いいかね。で、これをかけてもらう。これもまとめて作りますから。ほら、放っておかんともちゃんとしてよ。で、これ傾けてね、上からかける。もう少し焼けてませんが、もう少し焼けてないんですが、ちょうどこの時点でね、やると便利のいいことが、このフォーク、ここへ刺すんですよ。ちょっと映して。わかります。足のところ、足と腹の間ね、ここへズボッと刺しちゃうと、もうしっかりと立つぐらい止まるから、で傾けてみるってひっくり返すと、腹の中から出てくるジュースがね、もう赤いのが出てこなかったら火が入ってるんです、本当はね。でまだ赤い肉汁が出るようだと、もう少しオーブンに入れる、そういう方法で見ます。ここへ刺します。で下までもフライパンに届くまで、ね、したらもうこう持ち上げられるから、でひっくり返してみると、透明に澄んでるジュースが出たら大丈夫、赤い肉汁が出るようならまだ早い。もう少し念のために入れておきます。で、ぐじゅ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 言って、油かけて、油かけてって呼んでるからね。それをちゃんと頭に入れて、作業をして。はい、デモは以上。